じゃあ、ナナさん、このグミ食べてみてください、これ。何それ。めっちゃすごいです、これ。すんごいです、これ。刺激っくそ。これ、すっごいです。ちょっと食べてみてください。激って書いてあるよ。激すんごいです、これ。何、やばいの？辛いの？これ、すんごいです、これ。ほんと酸っぱいの？すっごい、これ。何、これ、タブレット？ガムっす、ガム。あ、ガムじゃない、グミです。お願いします。あーすっごい酸っぱっ。これすごいっすよね。これすごいっすよ。で、本当に眠気覚まし、これめちゃくちゃすごいっすよ。すっ最初ね、はい、あの場所なんか見んじゃない、お医者さんシンガリングみたいな服だよね。髪型も変わってる。すごくないですか、これ。うわ、あ、でもだんだん落ち着いてくるね。これ目覚めるっす。一瞬だね。これめちゃくちゃ酸っぱいっす。仕事なんてしたくないとか言ってね。秋子ママじゃないですか。違う。今の誰ですか。秋子ママじゃない。あれ今の誰。アレン様。アレン様。仕事なんてしたくないみたいな。でもアレン様もすごいっすよね。教祖様みたいになってますもんね。やだこんなとこに来ちゃったどうしようみたいなさ自転車で入ってきちゃったどうしようとか言ってさトンネルとか言ってね今秋子ママの発声法と一緒だよね、あれね。トーンは。そうですね。今日の朝の電話も面白かったです。何年目でしたっけとか。あーちゃん久しぶりですとか言ってね。ほらありがとうございましたとか言ってね。そう。お店何年やってるんですか。今日ね21年ですとか言ってね。21年になりましたとか。私あの鬼面組の声にしか聞こえないんだよ。鬼面組わかります。本当に。で俺顔が言われますよく。鬼面組ってお前鬼面組だよなって顔言われます。もうあんぐらいね昭和の漫画の声なんだよね。昭和の漫画の声。止まらない未来を目指して譲れない願いを抱きしめて海の色が赤く染まってゆく無重力状このまま風にさらわれたいいつも通れないハードルを負けない気持ちで冷やしていたけど、はいはいはい、らしきでない実力は誰のせい、はいはい、それ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 止まらない未来を目指して譲れない願いを抱きしめて知ってる？ちょっと聞いたことない？聞いたことあるの？知らない？聞いたことあるの？知ってます？なんか歌ってよ。この街は止まらない。たとえ君を強く抱きしめたって不器用だと思うだろう。優しさも裏返しで今夜にもそばにいる君に戸惑っているやんて一人の時は長すぎて君のそばで見る君の夢
ガラスの心に。何？先生、今、めっちゃ歌ってる時に、スパトンだ、スパトンだ。子供とお父さんがガン見してましたよ。いいやないの。ギャラリー。ギャラリー見ていましたからね。ギャラリー。二人いましたから。私の歌声に振り向いたんだもん。そうですね、多分。ん？泣けない女の優しい気持ちもあなたが適切知るな。無邪気な心で私を笑顔へ導いてほしいの。ずっと私を抱きしめてさあ、いくらどこがあなたの理想だとしても、その愛が自由を壊せたい。でも私だってそんなないと。でも素な顔は全員をずっと持ちたいの。手をつなぐ手をずっと持ちたいの。いやー貴重な。ベッドベト二人とも。ベッドベト。貴重な奈々さんのステージ。どうですか貴重な。私ね、ギャラもらって歌う方だから、ね、そうですよね。最近はただでは歌わないのよ。そうですよね。それを僕のフワッチでやってくれる、皆さん、ギャラーだから、プロだから、はい、海に抱かれて男ならばたとえやめて地を燃える夢をもっと海に抱かれて男ならばたとえ一人でも星を読みながら波の上を行こう。海よ、俺の海よ、大きなその愛よ、想いをその胸に抱き留めて。わかんない、こっから。わかんない。もうめっちゃ海だからね、ここ、ほら。ね。めっちゃ海っすよ。